配信アプロン収まってゲートイン完了。スタートしました。内で3番レイデラルースポント好スタート、その内2番の鳳凰リムジンスタンド前にかかって11番ロジルーラー、この馬が出てきました。坂の上りです。外から12番のスペードワン、2番手から今度は先頭か2馬身差、4番モスクロッサー、そして3番レイデラルース、2番の鳳凰リムジン、これらが3番手集団。2馬身相手6番のマイネルフランス、内は1番のシャンパンマーク中段、その後1馬身半10番西のフィアンスを挟んで内に入った7番ディマイザキット、外は9番のカムフライで1コーナーカーブを回っていきました。さあ1コーナーを回って11番ロジルーラー先頭でリードを2馬身、12番スペードワンが2番手、その後1馬身インコース2番鳳凰リムジン3番手、外4番モスクロッサー3番手、2頭並んでいっています。その後ろ1馬身3番レイドラルース、馬群の中に入りました1番のシャンパンマーク、外は6番のマイネルフランス、さらに外から13番鳳凰ベルクソンが上がっていって2コーナーを回って外回りの向こう上面で最初の 1000m は1分2秒から3秒のペースでいっています。向こう上面に出ています。1番のシャンパンマーク中段の後ろになって9番のカムフライ、これを外から14番ライシンアポロンかわして上がっていきました。あとは10番の西のフィアンスもこの馬群、外から5番のロードアフェクト、そして7番ディマイザキット、おしまいから2頭目のインコース、先頭まで10馬身ぐらい、外回りの3コーナーカーブ、2馬身がいて8番バラマンテソーロ最後方です。内回りの3コーナーカーブにかかります。11番ロジルーラーが先頭でリードが首ぐらい、12番のスペードワン1馬身差の2番手ですが、外から4番のモスクロッサー上がっていきました。さらには14番ダイシンアポロン、前は広がっていく、これらを追って6番のマイネルフランス、その後からの仕掛けになっています。さらに外から5番のロードアフェット、第4コーナーカーブインコースを回って2番の鳳凰リムジン進出、直線コースに向かいました。14番ダイシンアポロン、そのうち4番モスクロッサー、この2頭の争い、1馬身半6番のマイネルフランスが3番手、内を狙って11番ロジルーラーが追い込んできた、外の追い込み勢からは10番西のフィアンス坂を駆け上がって内4番モスクロッサー、外14番ダイシンアポロン、さらに6番のマイネルフランス狙ってゴールイン、最後7番のディマイザキット、そのうちから迫っていましたがわずかに及ばず。